スチューブ始まるよ。最後まで見てね。おはようございます。今からね、ボス君の朝ごはんあげたいと思います。ホシステイステイステイよし。へへへへ、よしよし、おいしいか。ほら食べ。どうした、見られてんの恥ずかしい？え、恥ずかしい？なんで、食べさ、ほらご飯。今ね、ボス君と、息子と娘と、お散歩に行って、帰ってきました。で、散歩行ってからね、ボス君朝ごはん食べてるんですが、こんな感じです。いつもねこんな感じで、寝転んで食べるんですよね。やっぱりね、座ったり立ちながら食べるとね、前のね手に負担かかったりするので、これがねきっと彼にも一番いい食べ方なんだと思います。寝るかな、この位置。よいしょ。おいしいか？食べ方汚いな、ボス君。いっぱいねこぼすんですよね、いっつも。でね、見てください、これ。普通のワンちゃんだとありえないんですが、食べ方汚すぎて、なんと背中の上にドッグフード乗ってます。ねちゃ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 やん。はいはいはい。食べながらね、背中の上にドッグフード乗るなんてことありますか？しかもね、また見てください、見つけましたよ。じゃんじゃじゃーん、脇の下にもドッグフード。ちょっとね、今ドラえもんっぽかったですよね。ドラえもん風に行くか、ボス。いっぱいねこぼしながらいっぱい食べて、全部食べたらね、またねこぼしたやつも食べるんですよね、最後きれいに。それがボス君のいいところですよね。おいしい。シスコーンみたいにね、サクサクポリポリ言ってます。牛乳入れたらね美味しいかもしれませんね。でもな、ボスはなお腹弱いから、牛乳入れるとね、また緩くなってしまうので牛乳はあげません。美味しいですか？毎日ね、朝と夜にご飯をあげて、ほんでね、お昼とか、土日とかねおやつあげたり、あとはね平日だと夕方におやつあげたりとか、まあ、ちょこちょこしてるんですが、ダイエット、順調です。なあボス、これ音、最近ね音フェチ動画っていうのかな、ご飯を食べてる音や、ご飯食べてる音かな、スクイーズなどの音の、フェチ動画がよく上がってるんですが、よかったらボス君のもちょっと今思いついたんで聞いてください。どうでしょう、ボス君のね音フェチ動画ですよね。でね、今ちょっと鳴き声聞こえますか？これ、山の中からですね、
ガー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 と、鳴き声が聞こえるんですが、これはね、何の鳥かちょっとわからないんですよね。またね、わかる方いたら、教えてください。ガー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 、ま、ガーガー言うから、よくね、水回りにいるあれかと思うんですが、でもね、山なんでね、あと夜なんですが、週に1回ぐらい、うおーってね、人間のようなね、叫び声がするんですよね。で、僕最初、誰か人間の叫び声かなと思って、外見に行ったんですが、誰もいなくて、それでもね、山の中から、おーって叫び声聞こえるんですよね。なあ、ボス。ボスも最初びっくりしたな。で、よくここね、夏なんかはもう、お庭に猿がいっぱい来ます。多い時は20匹とか30匹いっぱい猿が来てね、お庭の畑のなんかを取ってったりとかするんですが、ボス君来てから、去年はねお猿さん、全然来ませんでした。で、近所のね畑の方のね野菜いっぱい取ったりとかでボス君大活躍です。でね、やっぱり自然がいっぱいなのでよくねそこらの木の上から、フクロウがね、こっち見てるんですよね。鳴いたり、ほうほうって鳴いたりとか、あと、飛びかな。飛んでたりとか、あとね、このこぼして残ってるやつとかを、ボツコの食べ残しをね、カラスがいっぱい食べに来るんですよね。スズメやツバメや。わお水飲んでんの、ボス。水飲んでんの。でね、ツバメかなスズメかな、我が家のね木の上にね巣を作っていて、ちょっと見えにくいんですが、この中にね、いつもいっぱいいて、ボス君のね、余ったご飯とか、食べてねすくすく成長してるんですよね。でボス君見てください、これお家の中汚いんですよね。ちょっと掃除が苦手なのかな、掃除苦手なワンちゃんみたいです。どうしたんボス、休憩してんの。うわっ、見つけましたよ、またドッグフード。体の中にドッグフードが入ってますよね。よいしょ、あらこれ食べな。ちょっと顔がやばいボス、ドッグフードと水の汁が混じってやばいでボス。よしよし、すごい猛獣ですよねこれ。これアップで見るとこれすごいですよね。鼻で水飲んでんのかってぐらいボトボトになってますよね。また後で拭いたろな、拭いてきれいにしよう。はいわ、ほい、うわお、わお、ボス、ボスのゲップは強烈。ボスのゲップ、いつもね、ご飯動画撮ると、ボスゲップするんですが、聞きましたか？どう思います？もうおっさんですよね、おっさん。でもね、まだ2歳じゃないんですよ、ボス君。今年の6月で、6月の13日で2歳なんですよね。なんで持たれてくんの？気持ちいいの？それとも楽してんの？見てください、これ。体斜めにしてね、僕にもたれてるんですよね。はいはい、よしよし。嬉しいな。うん？ご飯食べたからな。ちょっとゆっくり休憩しなさい。はいわ。おい！生きてる？ボス。ボス君の目線。完全に言ってますよね。よしよしよし。俺の白身を見ろ。まあ今ボス口の中でゲップして飲み込んだやろ。嬉しいな、うん、遊ぶなな、またちょっと休憩してからにしよう。はいわ、ああこっちもカイ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 していたろ。せっかくね朝ブラッシングして散歩行ったんですが、もうこの通りです。すぐにねやっぱり汚れてしまうんですよね。でもねボス君、掃除ができなくても、
汚してしまっても、それでもね、見てください、このチャームポイントのベロ。ちょっとボス、もたれすぎ、もう角度おかし、角度がイナバウアーやん、ボス、イナバウアーやめてよしよし。欲しかったかな、はいはいはい。もういい、動画もういいか、うん、もうちょっと、もういい、考えてんの、もうちょっと、もういいか、もうちょっと、タッチダウンやんそれかわいいな。じゃバイバイボス、バイ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 ボス君の前の家入ろう、よいしょっとあやめてやめてよしよし、わお何してんの、上から見ちゃうぞ。え、またお散歩？ちょっと休憩しなさい。はいわ。ボス君ね、お外行きたいときはいつも門のところに来て、出かけたいよとアピール。きっとね、今ボス君が言ってるのは、お散歩じゃなくてね、今度ドライブに誘ってるんですよね。いつもね、散歩から帰りしな、車の方走ってって、車開けてくれと、おねだりするんですよね。ボスはな、他のワンちゃんよりな、いっぱいお出かけしてんねんで。わかってるか、ボス。なあ。ちょっとね、ホームセンターに、何かお買い物とかね、行こうってなったな。ボスね、ついてきたくあるんですよね。よしよし。はいはい。じゃあもうな、バイバイすんで、みんなに。わかった？バイバイは？バイバーイ！最後まで動画を見てくださりありがとうございます。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ！